さこんにちは森やりですはいえっと普通の動画はめちゃくちゃ久しぶりだと思うんですけれどもお久しぶりですお久しぶりでもないかもしれないですけどお久しぶりでございますえっと最近ですねあ今すいませんあの今お風呂で撮ってるんでちょっとす画角的には本当にやばいところで撮ってるんですけどあの最近生放送が増えていた理由についてですねちょっとお話をして いたいなと思ってあの生放送がもともと好きなんですよ私。であのキャスだったりとかラインライブだったりとかあのすごいなんだろうな緩い感じで、まあ、もともとの私の私、まあ、生活を、まあ、ブログ感覚でやっているみたいな感じで生放送ってすごく好きだったんですけどあの YouTube も生放送ができて。 で、ずーっと、あの、1000人超えたら生放送ができるっていうのがあったんですけど、携帯ですることができなかったんですね、この間まで。で、携帯で生放送ができるようになって、あのー、なんていうんですかね、私のこの、今の状況を言うと、実は2月の1日ぐらいから、まあ、ずっと具合が悪くって、で、病院に行ったらストレス性腸炎って言われたんですね。で、 そのストレス性胃腸炎だけれどもあの全然元気なんで本人はなんですけどあの極力あのパソコンを使ったりとかしないでくださいって言われてその SNS 関係を一回立ってくださいって言われてでなんかその 何がストレスになってるのかが分かんなかったんで、その時。で、いろんなことが多分重なってて、なんかその仕事とかで疲れちゃって、多分ストレスが来てると思うので、みたいな感じだったんですよ。で、あの、何回も内科に行ってですね、あの、その、お,あのお腹の薬とかすごい処方してもらって、で、やっと落ち着いてきたんですけど、あの、やっぱりね、まだあの、お腹がずっと痛くて、で、 生放送ってすごいお腹の調子がいい時に、あのー、まあ、できるというか、ま、あ変な話、お腹が逆に痛くなっちゃったら、ちょっとやめますね、みたいな感じでできたりもするんですけど、ま、私すごい長話なので、すごい長くなっちゃう生放送になっちゃってて、なんかこう、普段こういうね、短い動画にキュッとこう、まとめたやつを見たいっていう方ももちろんいらっしゃると思うので、あのー、 生放送も毎日のようにやりつつ、それはもう私の本当に趣味というか、まあ YouTube 自体が本当趣味なんですけど、あのー、それをやりつつ、でもこういうちゃんとした動画も、まあ商品を紹介したいし、なんかいろいろ、まあブログも、こう長々なブログではなくて、ほんとキュッとしたブログも作りたいし、って思ってるので、 なんかちゃんと出していけたらなと思うんですがなかなかちょっとその関係でですね編集ができなかったんですよで今回も今ちょっと撮って、まあ、いきなり上げてるような感じなので、まあ、本当にあの画角的に私本当にこの画角が本当にねちょっと納得いかない状態で今撮ったりしてでコージは寝てるからそこで撮れないからっていうのもあるんですけどちょっと早めにこれは出したかったので今の状況 的にあの、まあ、具合は良くなってきてきですね、まあ、生放送を見ていただけてれば分かると思うんですけど本当に本人は元気なんですけどただストレス性胃腸炎っていうのがあのここまでなんかひどくなったことがなくてで昔から私すごいあのお腹は痛くなりやすかったんですよ確かに。なんですけどそのなんかすこんなにねあの。 お腹が痛くなるのかぐらいお腹痛くななっっちゃってでなんかもうずっとそれでまあ結構なんだろう「ご飯食べてる?」とか「なんか痩せたね」とか言ってくださる方がいたりとかしたんですけどそれはあのただ単にご飯があんま食べれなくてでそのお腹が痛くってっていうので多分その何て言うんですか私のこう体重の許容範囲内でやつれたみたいな。 感じの結果になったったていう、はいうはだだけとのでまあ,あの今日からちゃんとというか生放送もやりたい時にやりますしでもこういう動画もあの毎日撮りだめをして撮りだめになっちゃうと思うんですけど、まあ、今まで撮りだめしたやつがいっぱいあるんですよ。なのでその撮りだめを編集しつつでこういう風に新しく撮っていけたらなと 思いますでなんかもう本当に皆さんにそれを生放送の時にも言ってたりとかしたりするんですね。でツイッターで言ったりとかなんかいろんなところでこう実はストレス性胃腸炎だったんですけどっていうのを言ってたりするんですけどもこういう風に改めて出したりとかしたことがないのでやっぱ長いと見る気失せるでしょ失せるじゃないですか。<laughs> だから多分ねこうやってコンパクトにまとめて実はこういう状況なのでっていうのをちゃんと言っときたくて。 ででですねははいい今回はこんな感じで撮らせていただきました、あのー、でも本人は本当に元気なのでこんな感じで、あのー、生きてますのであの、ま、生放送本当、ま、何回も言いますけど見ていただけたら分かると思うんですけど本当に本人はこんなに元気ですので、あのー、なかなか生放送とね合致しないこう時間的にもね、あのー、やっぱ私のタイミングで具合がいい時とかにやってたりとかしてたので。 あの生放送見逃しちゃったっていう方もいるかもしれないんですけれども、えっとはい、私自身はこんな感じで元気にしておりますのであの、まあ、随時撮りため動画を編集しつつこうやって新しいのも撮りつつやっていきたいと思います。なのであのすごいねここ数日で、まあ、正直ですねあの数百人ぐらいなんか登録者さんが 減ってしまってててしま私の中でああんかせっかく登録してくれたのになんか生放送しかできてなくてすごい申し訳ないなって思っててやっぱり動画もそのまま出していきたいなとは思ってますしやっぱりこうね声かけてくれるリスナーさんだったりとかは「その生放送もすごい楽しいんですけど動画も上げてください」ってあとはもう動画もなんかアリシャのペースでいいんで。 上げてください頑張ってくださいって言ってくれる子がいてなんかすごい本当申し訳ないなって思ってたこの1ヶ月間だったので,で毎日更新をできなくなってからやっぱりこう私のサイクルがだいぶ狂ってきていてんかやっぱり毎日こう更新をしたかったからっていうのもあったんで、まあ、その毎日更新の代わりとして今生放送をやっていたみたいな感じだったんですけど。 やっぱりここまあ生放送を毎日するもんでもないのかなとか、まあ本当毎日ねキャストから LINE ライブやってたんですよ私なんですけどあの本当寝る前にゆるーくやってたりとかねでちょっとやっぱりなんかこうみんなと喋っていたいというのがあったのでやってたんですけど YouTube でそれをするのは違うのかなとか,なんかいろんなことを模索しながら ここ数日はやっていたんですがまあ生放送については本当に好きな時にやりますで毎日とかは公言しないであのー、まあ緩く本当やりたいなって思った時にやりますし感じゃったやりますし、あのー、動画も週に1回は普通にこういう動画を上げていけたらいいなと思っておりますはいということで もう本当に生放送ばり長々となってしまったんですけどちょっと久しぶりにあのパソコンをあの使っていいよっていう許可が出たのでパソコン使っていい許可ってもうわけわかんないですけどとりあえずあの編集画面をねずっと見てるから目も疲れてきてなんかこう疲労とかが溜まってストレスにつながるみたいなこと言われてたのでまあそれでパソコンはダメみたいな感じだったんですけどあの全然あのまあ今 お許しをいただいたただので <laughs> 大丈夫にはなってきたのでまあ1ヶ月間経ってまあちょっとずつですけどお腹の痛みも引いてきてまあ今も痛いんですがはいなのでまあちょっとずつ復活したらいいかなと思います。だ <laughs> したらもう今日に今日もうこれあげてその数時間後生放送やってるかもしれないですしわからないのでもうこのまんまでやってるかもしれないし。 あの逆にね数日やらないかもしれないそれは私の具合次第でわからないんですけれどもはいちょっと今の状況をこんな感じで伝えておきますなのですごく元気なんですけれどもあのー、私の胃が持ってないっていう状況でございます <laughs> はいということでありがとうございましたこれからもよろしくお願いしますこんなちょっとほんと画角悪いところでごめんなさいそれでは盛り上げでした またね、皆さん。バイバーイ。